インドネシアジャワ島の高速鉄道計画インドネシア高速鉄道計画は2015年7月にインドネシア政府が発表した高速鉄道計画。首都ジャカルタと西ジャワ州バンドン間1 5 0トルを結ぶ計画で将来的にインドネシア第二の都市である東ジャワ州スラバヤへの延伸が計画されている。東南アジアにおいて 最初に開通する高速鉄道となる予定である。日本及び中国が高速鉄道システムの売り込みを行い、入札を競った。インドネシア政府は2015年9月3日、高速鉄道計画の撤回を発表し、入札を白紙化したが、直後の9月29日、財政負担を伴わない中国案の採用を決定した。2015年9月の落札時点では、 2015年に着工し2019年に開業する予定とされていたが、非公式は2016年1月21日に連れ込んだ。インドネシアが日本と協力して計画する在来鉄道を高速化させるジャワ島横断鉄道の高速化計画とは別のもの。日本の新幹線 E5 系電車2008年より日本はインドネシアに対し新幹線の輸出を働きかけていた。 2009年には、ジャカルタスラバヤ間 730km を時速 300km で結ぶ高速鉄道計画のフィジビリティスタディが行われた。遠く間はインドネシアで最も人口密度が高い区間であり、旅客及び貨物輸送において慢性的な渋滞が発生している。国際協力機構により、高速鉄道の建設費を円借管による 低金利の融資で賄うことが提案された。新提案では、複数の期間に分けて建設することになった。第1期は、ジャカルタバンドン間 150km を35分で結ぶ計画となり、建設費は50兆ルーピアとされた。2014年1月、国際協力機構は、詳細な事業化調査を開始した。当初、日本案は有利であると見られていた。 2014年10月にスシロバンバン、ユドヨノが任期満了で大統領を退任し、新たにジョコウィドドを大統領とする政権に変わると、2015年1月、ジョコ政権は高速鉄道計画を費用がかかりすぎるとして中止を表明した。それでも日本案の有利は揺るがないと見られていたが、2015年3月に中国が受注競争に参加することを表明した。 2015年3月、ジョコ大統領は東京と北京を訪問。3月22日から25日までの東京滞在期間中、日本の安倍晋三首相と会談を行い、ジャカルタの都市鉄道路線ネットワークにおいて日本の支援を得ることで合意をしたが、高速鉄道計画においては進展が見られなかった。中国案の CR400AF。2015年4月。 中国はインドネシア高速鉄道計画の入札を表明した。2015年3月26日、ジョコ大統領が北京を訪問し、中国の習近平国家主席と会談を行った。中国側はインドネシア高速鉄道計画への支援を大々的に発表した。2015年7月、インドネシア政府はジャカルタバンドン間の高速鉄道建設計画において、 競争入札を行うことを発表した。2015年8月、中国はジャカルタのショッピングモールにおいて高速鉄道技術展示会を行った。日本案と中国案の競争は熾烈なロビー活動に及んだ。高速鉄道計画の受注は経済的理由にとどまらず、東南アジアにおける両国の戦略的影響力を競うものとなっていた。 ジョコ大統領は9月上旬に高速鉄道計画の落札者を発表するものと見られていた。しかし9月3日、インドネシア政府は高速鉄道計画の凍結を発表し、大替案としてより費用の安い低速鉄道に計画変更すると発表した。ジョコ大統領は政府対政府のアプローチではなく民間対民間のアプローチを歓迎し、 インドネシア政府による財政支出や債務保障を望まないと述べた。この発表後、中国は水面下でのアプローチを続けたとみられる。9月中旬、中国は新提案を提出した。新提案では、インドネシア政府の要望に全面的に応え、インドネシア政府の財政支出や債務保障を必要としない計画とされた。9月29日、 インドネシア政府は中国案の採用を発表した。採算を考慮してあくまでも政府による債務保障にこだわった日本案と明案が分かれた。中国側はインドネシアのために競争的な融資パッケージを用意し、その結果がこうを奏して日本に勝ったとみられる。日本の菅義偉官房長官は経緯について理解しがたい。極めて遺憾と述べた。 リニスマルの国営企業省によると財政的な理由により日本案とは違い財政支出や債務保障を求めない中国案を採用することを決定した中国案の採用は同時に中国側が計画の再三面でのリスクを引き受けることを意味する中国側がリスクを引き受けるのはアジアにおけるインフラ計画に対する中国の見方を表すインドネシアにおいて 合弁会社を設立し、高速鉄道だけでなく、都市鉄道、路面電車などにおいても、車両の輸出を目論む一方、インドネシア以外のアジア諸国に対するアピールにもなる。今回の入札において、リスクを中国側に引き受けさせることに成功したインドネシアが最大の勝者であるという見方もある。インドネシア高速鉄道の建設において、中国鉄拳は、 インドネシア国有企業連合との合弁会社を設立する。計画費用は80兆ルピアに達するとみられている。そのうち中国の国家開発銀行は75%の融資を行う。合弁会社の出資比率は CRCC が過半数をとり、インドネシア国有企業連合は30%、インドネシアの民間企業が数となる。 2016年1月21日、合弁会社などはバンドンで非公式を開催した。2018年末までに工事を終了させる予定に変更がないと関係者はコメントし、建設認可も事務処理を残すのみとしていた。しかし、非公式から約1ヶ月が経過した時点でも着工には至っていない。これは中国側からの書類提出が完了しておらず、 提出された書類も大半が中国語で審査が進んでいないことが要因という。また、中国側はインドネシア政府に当初の条件とは異なり、債務保障を求めてきているとも報じられている。1年経った2017年1月末現在も、土地価格の高騰や民間工業団地の移転保障問題、不法選挙に対する立ちのき交渉の難航などで、 土地収容は85%にとどまり、中国側の融資の条件である高速鉄道用地の全区間確保ができていないため本格着工が行われず、地元業者による自己資金による整地工事のみが行われている状態とされる。2017年5月14日、融資合意、融資額は45億ドル。 中国の国家開発銀行が建設にあたるインドネシアと中国の合弁会社へ融資する。総事業費は当初の51億ドルから60億ドルに膨れ上がる予想。2018年、インドネシア政府閣僚は完成が2024年以降になる可能性を述べた。一方、国営企業社長は2021年に完成予定としている。2020年、 インドネシア政府は新型コロナウイルス流行の影響で建設工事が止まっていることなどで高速鉄道の建設工期が2022年9月まで延長される見通しを明らかにし、さらに高速鉄道の延伸で日本に協力を要請することを明らかにした。2020年9月、合弁会社は建設の進捗が60%、用地取得が100%に達し、2021年に 完成予定ということを明らかにした。ありがとうございます。